ベンチュリー LC92、ベンチュリー LC92、いくつかのソースでは、ラルーセ LC92 とされる。は、フランスのレーシングチーム、ラルースが1992年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。社名のベンチュリーはその年チームに出資を行った、フランスの自動車メーカー、ベンチュリーにちなむ。チームは、予算問題や、経営面での問題に苦しみ、 LC92 は1ポイントしか獲得できなかった。ラルースは元レーサーでかつてルノーチームのマネージャーを務めたジェラール・ラルースが創設した。ラルースのチームはリジェ・ AGS に次ぐ3番目のフランス F1 チームであった。ラルースの初年度はイギリスのレーシングカービルダーであるローラが車両の開発を担当した。最も成功したのは1990年で、 11ポイントを獲得し、コンストラクターズランキング6位になった。しかしそのポイントは、ラルースをコンストラクターとして申請していたことが、問題視され、後に剥奪された。1991年シーズンは、財政問題のため不審に終わり、ローラとも他元を分かつ。チームは、マーチエンジニアリングの創設者の一人でフォメットを、率いるロビンハードと接触した。フォメットは、 イタリアの F1 チーム、フォンドメタルのガブリエール・ルミが1990年に、イギリスのビスターで設立したデザインスタジオで、フォンドメタルのマシン開発を行っていたが、こちらも、成績不振のためその関係を解消することとなった。1991年秋に、ガブリエール・ルミの持つホメットの権利を、ジェラール・ラルースが譲り受け、ホメットは、ベンチュリー・ UK と改名された。 1991年の夏にジェラール・ラルースは自らの持つチームの株式の65%をフランスのスポーツカーメーカーベンチュリーに売却した。チームはベンチュリー・ラルースと改名し1992年シーズンを戦うこととなる。ベンチュリーは 自社のスポーツカーの広告目的で F1 に関与することを約束したが、その9ヶ月後には経済的問題のためモータースポーツから撤退することとなる。1992年9月にベンチュリーはチームの株式をライナールドルフの所有する投資ファンドのカムストックに売却した。カムストックは同月にジェラール・ラルースを新たな株主として公表した。 しかしながら数週間後にその関係は失敗に終わる。ライナールドルフというのはヨーロッパ諸国から複数の殺人容疑で指名手配されているクラウス・バルツの偽名であった。バルツは1992年末に逃走を図りドイツ警察によって射殺された。殺されたクラウス・バルツと1970年代後半に F2 チームのバルツ、 トッチレーシングや1979年にオーロライフ1シリーズに参戦していたドイツ人ドライバーが同一人物であるとする記述がしばしば見られるがその事実は定かでない。これらの出来事はシーズン後半のチーム運営に大きな影響を及ぼした。ベンチュリー LC92 はロビンハード、ティノベリ、ティムハロウェイが設計した。それは事実上 フォンドメタルフォーメット F1 の後継モデルであり、旧ごしらへの簡単な構造であると考えられた。開発、設計作業のかなりの部分が外部委託されている。そのため、空力関係はサウサンプトン大学の風洞で開発された。シャシーはイーストミッドランズのヒーナーにあるアドバンスドコンポジッツが製作した。前述の通りローラカーズが開発に全く関わっていないが、 なぜ形式番号が LC のままなのかは不明。サスペンションはダブルウィッシュボーンにフロントはプッシュロット、リアはタイロットが取り付けられた。フロントサスペンションは再設計され、リアサスペンションは前作 LC91 のものを踏襲した。フロントノーズは1992年シーズンの他の車両と同様に尖ったものでフロントスポイラー上に位置した。 サイドボックスは張り出し、冷却空気口は小型のものを装備した。エンジンは、フォード DFR に変えて3.5リッター V 型12、気筒のランボルギーに3512を搭載した。ラルースは、このマウロ・フォルギエリーが設計し、クライスラーが開発したエンジンを1989年は、独占的に供給されていたが、1990年末に、 リジェが独占供給を受けることとなった。リジェがこのエンジンを使用したのは1年限りで、翌年からはルノーエンジンを搭載する。そのためラルースは再びこのエンジンの供給が受けられることとなった。この年はイタリアのミナルディも同じエンジンを使用した。ランボルギーに3 5 1には大きく重いエンジンであり、その性能は異なって評価される。いくつかのソースは 出力を約730馬力であるとし、1992年シーズンにおける最もパワフルなエンジンであるとする。また別のソースでは、出力655馬力であり、8気筒のコスアース HB エンジンより10馬力上回り、12気筒のフェラーリやホンダより50馬力下回るとした。ランボルギーニ3512は出力にムラがあり、 信頼性の低いエンジンと考えられた。LC92 は、ビスターのベンチュリー UK で製造された。チームは、コートダジュールのシーニを拠点とし、そこで、レースの準備や、小修理が行われた。LC92 は、合計5台が製作された。シーズン序盤2戦でチームは2台のシャシーしか持っていなかった。ブラジルで3台目が準備され、数戦で使用された。 イギリス GP までに LC92-3 はスペアカーにされた。LC92-5 はドイツグランプリ以降 LC92-1 のスペアカーとなった。LC92-1 はその後シーズン終了までスペアカーとなった。LC92-4 は第4戦スペインで登場し、LC92-2 に代わって緊急車両とされた。 1992年シーズンのファーストドライバーはフランス人ドライバーのベルトラン画賞であった。彼は十分なスポンサーを見つけられなかったエリック・ベルナールに代わって起用された。画商は序盤参戦で LC92-1 を使用し、それ以降は LC92-4 を使用した。チームメイトは前年度の全日本 F3000 選手権チャンピオンの片山右京であった。これは チームのスポンサーである日本企業の同意グループからの要求によるものであった。右京はイギリス GP まで LC92-1 を使用し、その後は LC92-5 を使用した。前年度の成績により1992年シーズンラルースは予備予選の対象となった。しかしながらブラバムが破産し、アンドレアモーダが追放となったため予備予選を免除されることとなった。 右京がモナコで予備予選を知した以外は問題なく予備予選を通過している。画商は全てのレースで決勝進出したが11戦でリタイアしている。第6戦モナコグランプリでは6位に入り1ポイントを獲得した。右京は早いが経験不足であった。右京は6戦で完走し、 第7戦カナダグランプリで、レース終盤まで入賞圏内に走行するも、エンジントラブルでリタイアした。最高位はブラジルでの9位であった。ラルースは1ポイントを得て、コンストラクターズランキング11位になった。ラルースとベンチュリーとの関係はわずか1年で終了し、翌年からラルースとして参戦することになる。ありがとうございます。